気候変動による地球規模の海面上昇によって多くの人々が島での生活を余儀なくされる未来。しかし未来の島ではデジタルファブリケーション技術が人々の暮らしを豊かに支えています。例えばファブショップ、ここでは海洋プラスチックごみをリサイクルしながら日用品を製造販売します。さまざまな形や色の表現が可能な機材や材料が揃っており、食器や花瓶、靴や装具など島民一人一人の日常を支え彩りを与えるプロダクトを提供します。緊急で数百から数千の量のものが必要になった時には、高速プリンターが連結したファブシップで中量生産され、梱包の上、島中に一斉に発送されます。この島の 3D プリンターはすべて太陽電池パネルだけで稼働しています。ファブショップやファブシップで作られたもので不要になったプロダクトは、材料や色ごとに分別され、回収ボックスで集められます。粉砕され再び使用できる形に整えられたら、海の生物からヒントを得たベンチや遊具として大型の 3D プリンターで出力され、島の新しい居場所が作り出されます。そしてこの島では島民は未来の島に欲しいものを自ら提案することができます。リアルタイムに更新される島のセンシングデータを参考にしながら、あったら良いと思うもののアイデアを立体的に書き込みます。そのデータは自治会の承認を経て 3D プリンターに送信され、順次形作られます。例えばヒートアイランド現象で熱くなっているエリアには保水性を持ち、熱気を和らげる効果のあるパネルを貼り付けていきます。また子どもが多く集まるエリアには柔らかな構造を持つ遊具を設置できます。島の新しい移動を支える整備施設モビリティラボにも大型 3D プリンターが配備されています。コンピューターと AI の力で極限まで軽量化された橋はドローンによって目的地へと次々と運ばれていきます。船やボートもここで作ることができます。島を走るモビリティは移動のみを目的とするのではなく、ミニファブショップやキッチンカーなど多様な役割を兼ねています。このキッチンカーでは島で採れるわかめや昆布、海苔を材料に 3D プリントされたヘルシーフードが提供されており、レシピは日々更新されていきます。島で一番大きな公園には土や藁、植物の種などミックスされた自然素材を出力する超巨大 3D プリンターが設置されます。コンポストの役割を持つこの立体物は、土の上に置かれれば微生物や鳥の住処に、海に投入されれば魚の住処としての役割を果たします。生態系に与える効果は再びセンシングによって調べられ、次のアクションへと循環していきます。田中浩也研究室は未来の島の暮らしを妄想しながら、その実現に必要となるデザインとテクノロジーを日々研究しています。